物価高の影響とみられます。厚生労働省によりますと、9月の生活保護申請件数は2万1368件で、1年前より 6% 増えました。申請件数の増加は5ヶ月連続です。受給世帯の総数は1年前より 0.2% 増えた164万4029世帯で、このうち高齢者世帯が 55.6% を占めています。厚労省は物価高が一因となっている可能性があるとみていて、今後の状況を注視していくとしています。